エピックゲームズストアはエピックゲームズが運営するマイクロソフトウィンド w ズと MacOS や公式ウェブサイト向けのデジタルゲームストア。2018年12月にウェブサイトとゲームのダウンロードとプレイに必要なスタンドアイロンのランチャーの両方がローンチされた。ストアでは基本的なカタログや友達リストの管理、マッチメイキングなどの機能を提供している。エピックゲームズは ストアの機能をさらに拡張する計画を立てているが、議論フォーラムやユーザーレビューといった他のデジタル配信プラットフォームのように多くの機能を追加する予定はなく、代わりに既存のソーシャルメディアプラットフォームを利用して、これらの機能をサポートする。エピックゲームズは、フォートナイトの成功後に配信市場に参入した。これはエピックが、Windows や MacOS システムのユーザーに、 他のストアではなく、独自のチャンネルで配信するものである。エピックゲームズの創設者で CEO のティムス・ウィーニーは、バルブが運営する支配的なゲームストア、スティームの30%の手数料は高すぎるとの見方を示し、たった8%でも収益性を維持しながら、ストアの運営が可能なことを示唆している。解説までにエピックゲームズは、 手数料はストアで販売される作品の売上げの12%と、し、同社製のアンリアルエンジンで開発されたゲームのエンジン使用料の免除を決定した。エピックゲームズはたとえ同社がパフォーマンスの低いゲームで損失を出しても、最低限の売上げは保証する次元独占販売契約を提供することで、デベロッパーとパブリッシャーをサービスに勧誘し、エピックは、 ユーザーを引きつけるために2019から2020年に毎週1から2作の無料ゲームをユーザーに配布している。エピックゲームズストアは Web 経由で利用できるゲームストアであり、エピックゲームズのランチャーアプリケーションに組み込まれている。プレイヤーは Web とアプリケーションの両方でゲームを購入でき、ランチャーを介してゲームをインストールして最新の状態に保つことができる。 エピックゲームズの新作ゲームは同ストアで独占販売される予定で、同社はエピックゲームズストアで独占販売を行うデベロッパーに対し資金援助を計画しており、これを選択したデベロッパーには収益保証を行い、ゲームが不採算の場合にエピックゲームズが差額を支払うことになる。他のデベロッパーにおいては、エピックは売上高の12%の手数料を取り、 残りはデベロッパーにわたる。また、アンリアルエンジンを使用して開発され、エピックゲームズストアで販売されるゲームについては、売上高に応じた5%のエンジン使用料金を免除する。エピックの利益は、コンテンツ配信や、その他のサービスに支払った後の総収益の約5%であるが、規模の経済により6から7%に増加する可能性がある。エピックの計算によると、 ストアの手数料は利益を上げるのに十分であった。エピックは2019年を通じて2週間ごとに1本の無料ゲームの提供を予定していた。これは2019年6月に毎週1本に増加し及び提供される無料ゲームが成人向けレーティングのためペアレンタルコントロールが有効な場合にロックアウトされた週にはエピックはそれほど評価されていない2本目の無料ゲームを 提供した。その後、エピックは2020年まで無料ゲームプログラムを継続する予定であることを明言した。このプログラムの最初の18ヶ月間で、エピックはピークゲーム数による推定で2000ドル以上のゲームを提供した。エピックゲームズもセールを実施しており、このセールではエピックが割引分を負担している。例えば、2019年5月の最初の ストア全体セールでは15ドル以上のゲームを10ドル引きで販売していた。開設時のストアには必要最小限の機能しかなかったが、エピックは他のデジタルストアに匹敵する機能のサブセットを開発することを計画している。最終的にストアでユーザーレビューを提供することになるが、この機能はレビュー爆撃のような活動による悪用を避けるため、開発者によるオプトインとなる。 実績とユーザーアモットの予備サポートは2020年7月に追加された。内部ユーザーフォーラムを追加する予定はない。ストアにはユーザーがゲームのバグや技術的な問題を開発者に報告するためのチケットベースのサポートシステムが追加される予定で、デベロッパーはストア連動のフォーラムの代わりにレディットやディスコードなどの外部フォーラムやソーシャルチャンネルにリンクすることを推奨されている。 2020年1月にはユーザーに批評レビュー情報を提供するためにオパンクレティックから取得した情報がストアの製品ページに追加されたストアにはバーチャルリアリティヘッドセットのサポートなどの機能がなく販売促進用に設計されたスティームのトレーディングカードに似たゲーム型の機能も期待されていないクラウドセーブ機能は2019年7月に ゲームごとに限られた形で導入2019年8月に追加されたエピックは機能の検証後に拡大していく予定である2019年12月エピックはデベロッパーとパブリッシャーにゲームのマイクロトランザクションやその他の購入用の独自のゲーム内ストアを実装するオプションを提供したが代わりにエピックストアを使用するオプションを残しているエピックは 可能であれば、フォートナイトバトルロイヤルで開始したサポートエイクレアトールプログラムをストアで販売される他のゲームに拡大することを計画している。サポートエイクレアトールプログラムでは、プレイヤーは提出された申請書に基づいて、エピックが選択したストリーマーやコンテンツクリエイターをサポートすることを選べる。サポートされているストリーマーは、彼らをサポートしているプレイヤーが、 エピックゲームズストアで支払ったマイクロトランザクションの収益をエピックゲームズから受け取ることができ、コンテンツクリエイターにインセンティブを与える。フォートナイト内ではクリエイターはマイクロトランザクションの現金価値の約5%を受け取った。エピックゲームズストアが登場する前のパソコン向けゲームのデジタル配信は、Steam やゴグドットコムなどのデジタルストアを通じて行われており、 スティームは2013年の全デジタル配信の推定75%を占める支配的なチャンネルであった。スティームを運営するバルブは自社サービスで販売された全ゲームの売上の30%を徴収しており、これはゴグドットコムのような他のサービスや家庭用ゲーム機及びモバイルのストアと同一水準である。2017年8月、エピックのティムスウィーニーは 30%の取り分は、もはや妥当ではなく、バルブが、手数料を8%に削減した場合でも同社は、利益を得ることができると示唆した。UBI ソフトは、今後のゲームにエピックゲームズストアを選択したのは、スティームに関連したより、大きな商談の一環であると述べている。UBI ソフトのパートナーシップ及び、収益担当副社長である、クリス・アーリーは、スティームを、 現実的ではなく、彼らの現在のビジネスモデルはゲーム配信という点で、現在の世界の状況を反映していないと評している。パブリッシャーのディープシルバーは同月下旬、メトロエクソダスがエピックゲームズストアで1年間独占販売されることを発表し、他のストアでの販売価格60ドルよりも安い50ドルで販売された。エピックは、その後、ストアでの販売について、 プライベートディビジョン及びクアンティックドリームと提携した。ストアのパブリッシング戦略担当ディレクターのセルゲー・ガリオンキンストア設立以前は、パブリッシング戦略担当ディレクターのセルゲー・ガリオンキンが、スティームの公開プロフィールから、スティームの使用状況データを収集して、公開販売統計を作成するウェブサイト、スティームスパイを運営していた。彼はこのサイトを、 サイトプロジェクトとして運営していたが、開発者がエピックのストアに求めているもの、つまりソーシャル要素が少なく、視覚的な混乱が少ないことを知るために使用していた。このストアは2019年半ばにデベロッパーからの投稿でオープンするまで手作業で管理される予定である。ティムス・ウィーニーによると、この時点でエピックのスタッフはストアのゲームを承認する必要があるが、これは ほとんどが技術的な側面と一般的な品質に焦点を当てたプロセスである。スウィーニーはこの審査プロセスが家庭用ゲーム機でゲームを販売するために必要な承認のように厳格になるとは考えていないが人間による評価を用いてブロードウェアやアセット置き換えゲームなどの質の悪い作品を除外するとしている。エピックでは 成人向けコンテンツをストア上で許可する予定はない。エピックゲームズストアは成功したとみなされているが、ユーザーからは、エピックゲームズと独占契約を選択しているデベロッパーやパブリッシャーに批判の声が寄せられており、彼らは市場を細分化していると主張している。また、バルブがスティームの収益分配モデルの変更を明らかにした、数日後に発表された。 この変更ではゲームの売り上げが1000万ドル以上になった後の手数料を30%から25%に5000万ドル以上になった後は20%に下げたことでバルブの取り分が減少することになる。複数のインディーゲームのデベロッパーはこの変更が大手 AAA デベロッパーとパブリッシャーをつなぎ止めるためのものであり小規模なデベロッパーのサポートにはほとんど役に 立たないとの懸念を表明していた。そのため、エピックゲームズストアが発表された時、数名のジャーナリストは、それが、スティームの現在のモデルを破壊する、可能性があると見ていた。一部のデベロッパーやパブリッシャーは、スティームで販売する予定だったゲームを、エピックゲームズストアで、独占販売する計画や他のサービスで販売する、前に、エピックのストアで、 次元独占販売する計画を発表している。バルブのゲーブニューウェルはこの競争を歓迎し、誰にとっても素晴らしいことだ。それは我々の正直さを保ち、他の誰もが正直でいられるようにしてくれると語ったが、短期的には競争はミニキーとコメントした。2019年の最初の1年間でエピックは1億800万人の顧客を獲得し、 6億8000万ドル以上の売り上げをもたらし、そのうち2億5100万ドルがサードパーティー製ゲームに費やされたと報告した。それらのサードパーティー製ゲームのうち売り上げの90%はエピックゲームズストアの次元独占販売のものであった。全体としてエピックは総売り上げが予想を60%上回ったと述べている。エピックゲームズはスティームに対抗するために スターストアより先にエピックゲームズストアで通常6ヶ月または1年間次元独占販売されるゲームを頻繁に用意している。スウィーニーはこの戦略はスティームの支配的な地位に対抗する唯一の方法であり、バルブが30%の手数料を下げた場合に独占権を求めることをやめると述べている。そうでなければ、エピックはスティームや他のストアとの間で事前に。 どのような計画を立てていたかに関わらず、興味を持つデベロッパーやパブリッシャーからのエピックゲームズストアでの独占販売の申し出を受け入れ続けるという。一部の消費者はこれらの独占契約に否定的な反応を示しており、これは家庭用ゲーム機で次元独占で発売されるゲームと同様にゲームコミュニティに分裂をもたらしているようであった。4A ゲームズが開発し、 ディープシルバーが販売するメトロエクソダスはスティームでの販売が予定されていた。しかしディープシルバーは発売数週間前に同作をエピックゲームズストアで次元独占販売し販売後1年経ってからスティームで発売すると発表した。一部のユーザーはこれに腹を立てスティームの同作にレビュー爆撃を行い 4A ゲームズに苦情を申し立てた。 ディープシルバーは世に A ゲームズを擁護し、エピックゲームズストアの次元独占販売の決定は、ディープシルバーの親会社、ホッホメディアが言ったと言及した。メトロエクソダス発売後の数日間、エピックゲームズストアにはユーザーレビューがなかったため、プレイヤーはスティームレビューシステムを使用してゲームを称賛した。XCOM のリードデザイナーのジュリアン・ゴロップによる同作の精神的続編。 フェニックスポイントは、スティーム、またはゴグドットコの償還キーのオプションをプレイヤーに付与するクラウドファンディングで成功を収めた。2019年3月、ゴロップはフェニックスポイントをエピックゲームズストアで1年間独占販売することを選んだと発表した。支援者は、エピックゲームズストアの償還キーと独占期間が終了する1年後にスティーム、またはゴグの 召喚キーを入手でき、最初の年のダウンロードコンテンツが無料を提供される。ゴロップは独占契約により彼のチームは動作を完成させるために追加の財政的支援を受けたと説明した。ゴロップのチームが彼らの資金を使ってゲームを外部からの出資を得られるレベルにまでこぎつけ、その後ゲームの方向性を変えたと考えた一部の支援者が激怒した。 ゴロップはエピックゲームズとの契約はフェニックスポイントの最終的な方向性を変化させなかったと主張したが支援者に対して希望した場合全額返金を行ったオブラッツのデベロッパーグランバーランドはエピックの資金援助により販売までスタジオを維持しより良い収益の分配を提供することが可能になることを引き合いに出し2019年7月下旬に エピックゲームズストア独占ゲームになると発表した。グランバーランドのベン・ワッサーによる発表には、エピックゲームズストア独占への批判に関連した冗談のような言葉が含まれており、不満を抱いた人々を未熟で有害なゲーマーと呼び、この状況は何も取り乱す必要はないと述べた。これを受けて、ワッサーをはじめとするグランバーランドの関係者は、この発表に関連した脅迫を含む何千もの、 敵対的な否定的メッセージを受け取るようになった。ワッサーはコミュニティがメッセージにそのように反応することを予想していなかったため、ゲームコミュニティを拒絶しようとしたのではなく、エピックのサポートを必要とするクランバーランドの立場を明確にしようとした。スウィーニーは後に同作に対しての過熱した批判には、偽のスクリーンショット、ビデオ、技術的分析を含む、 フェイク情報の意図的、組織的な作成や憎しみの情勢、反対者への脅迫が含まれるとし、健全な公衆の会話を悪化させ、弱める不穏な傾向を浮き彫りにしたと批判した。スウィーニーは、エピックは、パートナーや開発者と協力して、状況を改善し、そのような方法で、ターゲットにされた人々をサポートするように努めていると、語った。ゲーム。 ダークの発売準備の最終段階にあったアンフォールドゲームズがエピックゲームズとのやりとりについて報告した後、独占権に関するさらなる問題が浮上した。ダークは数ヶ月前からスティームでの販売が確定しており、デベロッパーは2019年に同作の発売が近づいていると発表した。アンフォールドゲームズによるとエピックゲームズは資金提供のサポートに加えて、 エピックゲームズストアでのゲーム販売を打診した。しかし、エピックゲームズは尋ねられた際に契約を受け入れれば1年間はスティームでゲームを販売し続けることをアンフォールドに許可することを拒否した。アンフォールドはエピックゲームズとの契約を断念した。資金調達のためのマーケティングの大部分はスティームでの販売に重点を置いていため、エピックゲームズストアの方が多くの点で おそらくより良い選択肢であるにもかかわらず、彼らはスティームでの販売を余儀なくされた。エピックゲームズストアに関するメディアの注目の結果、アンフォールドはスティームよびゴグドットコでデジタル、著作権管理のないゲームとして、同作を販売した。一部のジャーナリストは、エピックが独占性を大きく重視していることで、その意図が彼らを害するかもしれないという懸念を表明した。 2019年のゲームデベロッパーズコンファレンスにて他の複数のゲームがエピックゲームズストアで次元独占販売されると発表された後プレイヤーから抗議が寄せられストア部門トップのスティーブ・アリソンはゲームコミュニティにこのような混乱を引き起こしたくないと認めたアリソンによれば彼らはゲームの発売間近にそのような大規模な独占契約を行わないように努め コミュニティが望んでいることを尊重するようにしたいとしている。エピックゲームズはスティームでの販売が遅れていることに憤慨したシェンムースリーの支援者からの同様の苦情を受けて同作及び今後エピックゲームズストアで独占販売されることになるクラウドファンディングゲームでは支援者からの返金要求の費用を負担すると発表した。エピックは Google プレイを迂回して アンドロイドデバイス向けストアをリリースすることを目指しており、同様に手数料は売二上ーの12%にする予定である。iOS に対するアップルの独占権のため、現状ではエピックがアプリストアをリリースすることは不可能であるが、アナリストはエピックのアプリストアに対応して Google が同社の取り分を減らせばアップルもそれに追随するよう圧力をかけられると考えている。 エピックはアプリフォートナイトバトルロイヤルのアプリ内購入について Google の決済システムを迂回するための免除を Google に求めようとしたが同社はこれを拒否した。エピックゲームズストアに向けられた苦情にはエピックやストアクライアントがスパイウェアであるかのようにユーザーに関するデータを収集し中国に販売しているという主張も含まれている。この批判に拍車をかけたのは ストアクライアントがユーザーデータを収集しており、それはテンセントのエピックへの関与が関係していると主張するレディットの投稿であった。テンセントは世界最大のコンピュータゲームパブリッシャーであり、2012年からエピックゲームズの株式を40%保有している。中国政府が中国で販売される製品を監督する、性質上テンセントは 政府との緊密な関係を維持する必要がある。ユスゲイマーとポリゴンのライターによると、ストア解説時の米中の政治関係状態と中国人プレイヤーへの一般的な不信感、一部の欧米のゲームプレイヤーの間での研究と相まって、この非難は多くの人の注目を集め、レディットの投稿の主張を繰り返し、これらの人々がストアとストアで自社ゲームを 独占販売することを選んだパブリッシャーのボイコットにつながっていった。エピックは一部のデータは追跡しているが、それはスティームのフレンドリストをクライアントにインポートするなどの便利な機能をサポートするためか、サポート A、クレアトールプログラムのストリーミングメディアの視聴状況の追跡目的に限られると表明している。レディット投稿の一部の情報は、 このデータを収集するための最初の方法を反映しているが、エピックはデータは前述の機能のためだけに使用し、その後はプライバシー設定の扱い方に沿ったデータアクセスを行うよう調整していると述べている。ありがとうございます。